赤く咲くのはケシの花、白く咲くのはユリの花、どうさちゃいいのさこの私、夢は夜しらく、15、16、17と私の人生暗かった。過去はどんなに暗くとも夢は夜しらく、昨日まぼちょとみ、明日は定規か剣棒か、恋ははかなく過ぎてゆき、夢は夜しらく。夜咲くネオンは嘘の花、夜飛ぶ蝶々も嘘の花、嘘を魚に酒をくみゃ、夢は夜しらく。前を見るような柄じゃない、後ろ向くような柄じゃない、よそ見してたら泣きを見た、夢は夜しらく。1から10までバカでした、バカにゃ未練はないけれど、忘れられないやつばかり、夢は夜しらく、夢は夜しらく。はい、こんばんは、こんばんは。今夜はね、夜稽古の夢は夜しらくを歌いました。2017年6月の11日日曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、こんばんはね。はいね、今日昨日ちょうどね休みだったんでね、キャンプ行ってきましたよね。よかったよかったね。ほんと天気はよかったけど、昨日は日曜日、土曜日か、土曜日の夜風強いのが残念だったね。ちょっとね、土曜日の夜ね風強かったからな、ですぐテント入っちゃって、もうちょっとね、土曜の夜ね、風なかったらね、もうちょっと焚き火したかったけど、あれ、ちょっと、あ、こんばんは、どうも。ダイさん、書き込みありがとうね。ありがとう。マズレッシャーさん、フォレットさん、どうもね。ダイさん、どうもありがとう。宮崎さん、どうもね。大川さん、どうもね。はい。イチューさん、どうもね。大丈夫、いい感じよ。ありがとう。早めにやろうね。ゆっくり帰ってきた。メルティいいね、やっぱ。また使おうよ。メルティ本当にいい。手頃でいいな、メルティ。メルティと言います。ダイソーのラージステーキプレートはちょうどいいよね、やるのね。焼き物は、ね、あれ、あれでいい。気に入ってるさ。ありがとう。何コメント管理人名ってあるけど、どう見してない人名なんか僕。任命なんてしないよ、任命なんか。似たっけ、僕。したっけ、僕。して、してな、不具合かもしんない。僕、やった覚えないよ。任命とかあんの、そういうの。不具合じゃない。僕、やった覚えないけど、そういうの。だから何よ、これ。青いマークしてんの。なんかしたっけ、僕。あ、こんばんは。ありがとうね、こんな感じで。わかんない、僕初めて見た、驚いちゃって、僕不具合かなんかかもしれないんで、やっと覚えないけど、見てみる。え、なんだろう、僕初めて見た。ありがとう、こんばんは。なんだと思った、僕。え、僕そんなのやったのかな、ゆきっと覚え、不具合かもしれないね、それね。下よ、下は。僕やったわけじゃないよ、僕やった覚えない。なんでだろう、なんで、僕何もやってないよ。不具合かもしれないね、そういうの。わかんないよ、僕そういう細かいの。なんだろう、わかんない、ごめんなさい、ありがとうね。うん、今日はもう一回、今来た人のために今夜はね、稽古の夢は夜しらくを歌ってますね。一応早めにやりましょうね。また明日から一週間頑張りましょう。お仕事ね。うん、赤く咲くのはケシの花、白く咲くのはユリの花、
どうさちゃいいのさこの私、夢は夜しらく、15、16、17と私の人生暗かった。過去はどんなに暗くとも、夢は夜しらく。昨日麻婆町富、明日は定規か剣謀か。恋は儚く過ぎてゆき、夢は夜しらく。夜咲くネオンは嘘の花、夜飛ぶ蝶々も嘘の花、嘘を魚に酒をくみゃ、夢は夜しらく。前を見るような柄じゃない、後ろ向くような柄じゃない、よそ見してたら泣きを見た、夢は夜しらく。1から10までバカでした、バカな未練はないけれど、忘れられないやつばかり、夢は夜しらく、夢は夜しらく。これはね、藤圭子さんのやつね、読んでますよ。あ、そうなんだ、ごめんなさい、なんか不具合かもしれないね。ありがとう、コメント見てる、ありがとうね。今夜はね、藤圭子さんの圭子の夢は夜しらくございました。コメント読んでますよ。ダメだ、コメント読んでくれないって言ってますけど、読んでますからね。うん。わかりました。タイアップする人いないよ、僕は。そんなユーザーいないからね。ありがとうね。どうもね。うん、どうもありがとうね。わかんなかったもん。加藤時子さん、わかんない。ちょっと知ってっけど歌えない、アカペラだから。アカペラなんで僕ね。まあどんな、今ね。これか、モデレーターの彼女かな。わかんない。見てみよう。彼女しか覚えないんだけど、本当だ。モデレーターってことか、これ。モデレーター。ありがとう。僕なんか、まあ、なんか服がやっちゃった。勝手に操作、誤動作しちゃったみたいね。ありがとう。じゃあ僕、取り消しとく。ちょっと、ごめんなさい。あった、モデレーターのとこに。消しといた。保存。ごめんね。一応消しといた、僕も分かんなかった。僕いつも全然しなかった。ごめんね。取り消して、あれはフォルトさんごめんなさいね。分かんなくて僕。一応、今直ってんね。一応、モデレーターのとこを見てみたらあったんで、恥ずかしい。消しといた。ありがとう。戻ったね。ありがとう。ごめんなさい。なんか勝手にいじっちゃったみたいで余計なことしてごめんね。いつも通り、ありがとう。あ、カラちゃんかね。あれ、スティックムの方どうもありがとう。今夜はね、稽古の今夜しらくです。ありがとう。今、スティックムの方の書き込みね。うん。いつも通り。じゃあ、さて、今夜の一杯行こうか。ありがとう。なんか勝手に、なんか、ご動作しちゃったかもしれないね。ごめんなさいね。うん。さて、飲みましょうか。今夜も一杯。ありがとう。今度読んでるよ。松崎がコメント読んでくれない。読んでますよ。ありがとう。読んでますよ、コメント。ありがとう。声に出さないだけでちゃんと読んでるからね。ロカさんどうもね。怒んないでね、ごめんね。うん。読んでるよ。うん。うん、ありがとう。モデレーターとか僕そういうのしたくないんだ、僕自分一人でやってるもんだから基本はさ、うん、そういう考えだからさ、一人でやってるからそれで、うん、ごめんなさいね。
じゃあ今夜のおつまみ持ってこようか。いつものようにさりげなくやってます。情報を見て、スティックもやってるからね。家、この部屋でやるときは、スティックの方もやってるからさ、こんな感じでさ。ありがとうございますね。あ、ゆうりさんどうもね、こんにちはね。心って声に出さなくてもちゃんと読んでるから、全部。声に出さなくて、読んでたきりがないもんね。それ歌ってるときはさ、読み上げらんないでしょ？そんな、無理でしょ？わかった。歌ってるときは声に出せないじゃんね。そういうこともあってさ。松崎さん、さっきどんな質問したか言ってください。さっきどんな質問？家まで、そう、大体2時間半ぐらいです。時間は2時間半、家までどんぐらいでしょ、あれ。2時間半ぐらいだよ。分かった？2時間半ぐらい。だいたい赤羽まで、ちょうど1時間半だった、赤羽駅で。赤羽から京浜東北線で日暮里乗って、2時間ちょっと、そんなもんです。すんなり帰れた。だから全部入れたら2時間半だと思うよ、あれ。新町駅までの歩きも入れたら、2時間半ぐらい全部入れて。結局、12、あの後片付けてね、帰ったのがね、1時過ぎ頃はあそこ公園出たからね、ぶらぶら歩いて。天気良くてよかった、今日な。こんにちは、どうも。もんちゃん、どうもね。見れないんだよ、くるくる回って。あ、ごめんなさい。それは、なんだろう、回線の不具合なのか、なんだろう、それはわかんない。たまにあんだよね。僕も見てる場合、あんま見れない人ね。でも、動画アップされるから、後で。今、スティックまで映ってるもんね、今ね。今度、まださん、ありがとうね。ありがとう。しんべヱさん、こんばんは。こんな風にやってますよ。どうもありがとう。いつものようにさりげなく。ね、こんにちはね。僕、毎日やるからね。今日は休みとか早めにやろうね。それはわかんない。スケベになるかどうかわかんないよ。こんな感じで。いいね。YouTube もすごいね、みんなライブやる。意外とね、みんなね。昨日は、あの人がやってたもんね。ちょうど僕がキャンプ場にいる間、焚き火してる時、秋広さんがやってたね。みんなやってね。いいこと。多分ニコ生やってた人が多分こっちに来てるんだかもしれないね、きっと。こっちの方も好きだから、YouTube ライブはさ、ね、配信終わった後、基本的にデフォルトだとさ、すぐアップされるから、それが嬉しいよ。ニコ生はさ、配信動画だけだからね。あれ、動画の方に残んないから、それ。どうもありがとう。そう、約2時間半、全部入れて。公園から駅まで歩いて、電車乗って、そんなもん。そんなもんだな。やばくない？大丈夫だよ。大丈夫よ。ニコ生やらなく。たまにやるけど、ニコ生ね。先週だっけ？先週かな？日曜日朝とかちょこっとやったらな。まあ、たまにやるんだよね、たまに。でもなかなか群馬って言ってもあそこね、距離見てみるとそんな変わんないんだ、反応とそんな距離。地図で見てみるとさ、地図で見てみよう、反応と。多分80キロ圏ぐらいだと思うんだ、地図で見ると。多分80キロ圏。そう、そんな、変わるか。ちょっと計算してみようか。東京駅からの。東京駅から、駅から、新町駅まで。あ、違う、新町駅。
どのぐらいだろう、あれ。電車だと。何キロだろう。距離が出ないか、距離は。でもそんな反応速、あ、90、あ、100キロ近いんだ。130、多少あるのか。でも反応もそんなもんだもんな。反応も。東京駅から。大変変わんないと思うよ。多分東京駅からの距離で見てみると、そんな変わんない。東京駅から飯能駅まで。飯能。飯能駅。距離は何分ぐらいか。多分そんな変わんないと思います。あ、近いの、そんな。歩いて。48.9キロ？あ、近いの、意外と。え？意外と距離ないんだ。え？あ、近かったな。ごめんなさい。僕の関係が。そんな近かったっけ？近いんだ、意外と。あ、国道沿い、ごめんなさい。僕の関係でした。ごめんなさいね。ありがとう。ありがとう。声出さないだけ。いや、違う。もう声出さないだけや、あれ。だからさっきも言ったけどさ、歌ってるときは、そんな、他のこと読み上げらんないからさ、大丈夫、安心してね。うん。お米ツンツンって何？お米ツンツンって全然わかんない。全然もう何？お米ツンツンって。知らない。何？お米ツンツンって。こんにちは。ありがとう。今、そういうのあんの？お米ツンツンとかって。全然わかんない。テレビ見ないからかな。全然わかんない。お米ツンツン何？なんだろう？ごめんなさいね。いや、ごめん、ありがとうね。おつまなんだろう。じゃあ、もう今日今夜の一杯持ってこようか。今夜の一杯。でも YouTube ライブはいいよ。配信終わった後すぐアップされるからさ。今夜もおなじみ、また日本酒だ。昨日はあんな日本酒飲んだけど、今夜も飲みましょうか。ありがとう。今夜もいただきますよ。はい、こちら。冷酒になってます。男の2000。これいこうか。はい、乾杯。おめこをツンツンしたい、僕、お米よりね。おめこツンツンしたいね。おめこ、そうだ、おめこの方がいいよ、僕。ツンツンすんだった。ツンツンってすんだった。お米よりおめこの方がツンツンしたいです。そんなこと思いながら飲んでます。それは、飲めないもん、歩きながらね。おめこはさ、おまたのおまんこちゃんのことだよね。合ってるよね。おめこはさ。両方、スティックも両方メインよ。コップだけ乾杯。おめこツンツン。じゃあやってみたいね。でも一番ツンツンよ。僕、グリグリの方がしたい。グリグリ。グリグリね、やっぱ僕、本当はツンツンよりもグリグリの方がいい、グリグリ。そうですよ、乾杯。そう、もともとスティック、だからスティックもやめないよ、みんないなくなるけどさ。だからこの部屋でやるときはスティックもやります。外でやったら YouTube、動画残したいからさ、YouTube ライブのいいところはさ、そのままアップされるか終わったらね、それがいいんだよ。
じゃあ今日のおつまみ持ってきますね。今日のおつまみ。今日のおつまみ持ってこよう。今日のおつまみ。今夜は冷やしトマトだ。冷やしトマト、いい感じに冷えてた。この間買っといたやつ。今夜冷やしトマトいいでしょ。どうも、今夜冷やしトマトです。さあ、冷たく冷やしてます。適当に3つ分、9ぐらいの3つほど。いただきます。うまい。もう食べない。今日いっぱい食ったからさ、だから動画見たら分かるけどさ、いっぱい食ったもんね。あれなんだっけ、ホルゾーさんが送ってくれたやつ2合だもんな、あれ。2つも食ったし、朝からね。あれ、つるし焼き豚1本ペロリと食っちゃったしさ、結構いっぱい食った。あとカップ麺もいっぱい食ったしさ。うまかった。もうこの100杯ぐらい食っちゃうよ。あれね、あれやっとチョコ食ってね、こう炭酸の時はさ、あれ買ったんだ、あれバラのやつね、半端なやつ、これね、長いの。前に TBS のラジオショッピングでさ、いい感じだなと思ったんで、衝動買いしたやつね、あれ。まだね、今日缶詰は食べても送ってもらったのはね、サバの水煮が2つと味噌煮が1つと、なんだっけ、トンポーロっていう豚肉の角煮みたいなやつ、あれ2つ、あれ残ってます。また今度持っていくか、あれ。今日味噌煮の缶詰持って、サバの味噌煮を持ってて、あれまで回んなかったんで、やっぱりね、あれを持ってきて。缶詰は5個。また今度持って、アウトドアで。今度着るからね。まあそんな暑くないからまださ、ね、天気良くてよかった、あれね。秘密のグリカいいね、あれね。気に入っちゃった、あれ太い巻きでもできるしさ、メッシュでさ、前からメッシュの欲しかったんだからね。メッシュの焚き火台いいよね、あれ。前から焚き火台あるね、メッシュのでさ、あれ、台がさ、こんな風なやつあるよね。あれいいなと思ったけどね、買わなかったね。でもあれならいいよ、秘密のグリルちゃんならさ、ごとくなくてもあれだけできるもんな。台がさ、こういうやつの、
名士の焚き火台はさ、あ、当然名士だけだからさ、あれで煮炊きする場合は、五徳かなんかないとできないもんね。ね、三脚とか五徳ないとさ、上で焼けないけど、秘密のグリルちゃんならさ、五徳も一緒なのかな、あれいいよね。塩かけないですよ、僕は。塩かけない。素材の味を大事にして。そしてまた、暑いのじゃ冷たいもん。だからしょ、冷やしトマトに、冷冷酒です。ね、ダブル冷たいもんで。これずっと冷蔵庫の中入ってっからね、いい感じに冷えてる。分かったかな？ありがとうね。何ですか？大川さん。だから、塩かけます。そうだね、そうだ、みんなそういうね。あ、ナスもそう、ナス。夏野菜ってそういう系があるみたいよ。ナスもそうだもんね、ナス。ナスもそういうナス。ありがとうね、プランタン？プランタンか。プランター銀座の話かな？どうもありがとう。今度やろうね。メガネは何でもいいんだ、僕。お金ないから。でも、あれうまかったね、焼き豚。今日朝からあれ一人で、あれが大人食いっていうのかもしれないね。丸々一本だもんね。あれまだ冷蔵庫やけど、冷凍庫やるけど持ってこようか。今日一本食べたやつ。数字出てるけどね。このやつ持ってったんだ。あと2本あるんだけど、これ。うまかったね、今日ね、これ。ね、これまま食って、あと野菜と炒めてもうまかったな、これ。まだあります、吊るし焼き豚。今日、キャンプ場で朝食ったやつで、ね。これが3本、半端のが1つで、4000円ぐらいしたのかな。まあ、4000円、3000円ちょっとか。で、1本1000円したからな。そう、これ。もう老眼で老眼。これうまかった。今日1本。ほんとこれ1本。まだこれ冷凍庫2本入ってんで、また、いつかまたアウトドアで持ってって食いましょうね。これ。うまかった。ね、これね。それちょっと随分前に TBS ラジオを聞いてたら、ラジオショッピングでね、紹介してたらうまそうだったんでね、値段も手頃だったから買ってみたんだ、衝動買いで。それまだ、なんかアウトドアの時食おうと思ってね、それでずっと今日持ってってきて。不可能だよね、昆布だなんか手に入んないや、あんなの。秋広さんだったら買えるけど、僕そんな余裕ないよ。小豚一頭丸々。秋広さんお金あるから買えると思う。秋広さんすごいあの人。牛タンとかさ、ステーキ肉とか家で焼いたんだもん、あれ。すごいよね、あの人ね。これメーカーはそんなの。どこだ、これ。そんな大手じゃない、ラジオショップに出るようなとこだからさ、そんな大手じゃないよ、これ。株式会社佐藤食肉ってとこ。株式会社佐藤食肉。いいかな？この会社。佐藤食肉。見える？見えた？
こんな会社、よくわかんない。まあ、ラジオショッピングでそういう会社多いからさ、地元の業者とかこんな感じ。見なが。株式会社佐藤食肉。こんなところです。新潟の会社か。賞味期限2017年9月、まだまだ大丈夫だね。今年の9月だから、こんな会社見。わかった、こんな会社です。わかった、見えた？こんな会社。これちょっと前、TBS の。加工じゃない、加工。佐藤ね、佐藤。佐藤。よかった、まあ、賞味期限今日見たけど、まだまだ9月16日のことをしてるの。まだまだ大丈夫だね。まだ6月だもんな。そうだと思う。だって、これ1分あたり1000円弱だもんな。スーパーだったらさ、これより小さいので1000円ぐらいするもんね。これより小さいので。うん、多分安いと思う。だからそう。小売店は高いのはしょうがない、スーパーとかはね。ね。そう、佐藤食品。まあでも、まあ何度か TBS ラジオショッピングで扱ってるって言ってたの、僕聞いた時に。平日聞けないからわかんないけどさ。うん。たまたまお前さんが美味しそうだったんで。今日でもともとこの状態でね、冷凍で、ね、届いたんだよね、今日届いた時。だからもうそのまま冷凍庫入れといて、今日持ってきて。でも、アウトドアで持ってく分には、日帰りはダメだよ、あれ。今日みたいにキャンプ一泊の時は、だいたいもう、溶けるからさ。ね、大丈夫。で、日帰りだったらこんなので、今日みたいにキャンプとかだったら電車も結構乗るしね、結構すぐ溶けちゃうから、ちょうどいいんだよ、これ。日帰りは無理よね、ここまで凝ってんの。溶けしんないから。キャンプの時に、一泊の時だったら持ってって。今日はこれ。ね、1本食べた後2つ。これがもう1個。これがもう1個。もう1個、こっちの方が名前見やすいかな。この会社ね。見えたかな？ほんと数ヶ月前ね。こんな会社さんです。TBS ラジオショッピングで。わかった、これね。すごい、もうたまに衝動がしちゃうの、これ。食べ応えあって言うね、豚肉だからさ、これ。ジャンボ豚バラ吊るし焼きだから。豚バラうまいよね。あれ、脂身がトロトロして。あと2本は。じゃあ今度ね。じゃあ、黒井香川さん来るときにどうぞ、よかったら。ね、食べようか。じゃあ2人で今度。TBS アイショッピングとかいう名前だったかな。まだホームページに出てたら変わるかもしれない。こんな感じね。はい、どうも、うまかった。朝、今日の朝、あれ1本持ってくる。1人で丸々1本。その他に、カップ麺1個と、レトルトのご飯2合分か、2合食ったからね。よく食ったんだ、今日は。はい、こんばんは。どうもね。エロさんが来た、エロい。あ、こんにちは。あ、今夜も飲んでるよ。うん、カルパスはあれ、サラミの位置だよ、サラミね。だよね。サラミです、サラミ。合ってるよね、サラミの声でしょ。カルパスって。合ってるよね、カルパスって。結構いいよ、結構。うん。で、俺、大きいの高いんだよね、ああいうのね。あれ、ドライソーセージだって安いんだけどな、あれ、100円でね。
あってね、カルパスって、ね。あれ、サラミのことでしょ、サラミ。ね。サラミ。肉の加工やつした。もう何でも好きだな、ほんとね。じゃあもう一杯行こうか。どうも。脂もいいよね。うまいって言う気がそうよ。ね。あの人わかるね。肉のうまいの脂だからさ、そうでしょ？ね。そう、肉好きに、うまいで、脂だからね。結局うまいもん脂があって当然なわけよ。ね。そうでしょ？肉片に、ね。そう、うまい。わかるよね。月。あれが肉片だからね。うまい。ね。うまいっていう気。あれで、ね、で、合わさると、油だからね。で、油はうまいってことよね。みんなそうよね。トロも油だもんね。和牛の霜降りも油だもんね。脂身がやっぱうまい。だから鶏皮がうまいのは、油がベトベトいっぱいあるから鶏皮がうまいんだよ。油だらが、豚肉だったら豚バラ肉。油が層になってから美味しいんだ、あれね。これ。ね、そうね。すごいよね、豚バラ。大好き、ほんと。豚バラ。あ、今度豚バラブロックで、山で、ローストポークやろうかな。ローストポークやろうと思う。山飯でローストポーク。そうしようかな、ローストポーク。ローストビーフ高いからさ、豚バラだったら、豚バラブロックではそれほど牛肉ほど高くねえからさ、買って、豚バラポーク。家でさ、焼いて袋に入れて、表だけ。ね、周りをこんが、まあ、中までシートなくていいんだよ、あれ。やってみようかなと思う。みんなさ、みんな油。青魚がうまいのは油あるからだよね、イワシでもサンマでもね。油のないサンマなんかどうしようもないよね、あれ焼き魚でさ。油が乗ってっからうまいんだもんな、なんね。はい、3、2杯目飲もうか。スモークまだ覚えられない。いろいろやりたいこといっぱいあってさ。今日よかった、今回のキャンプね。キャンプで初使用、秘密のグリルちゃん。あれいいよな。皮の白、ところづき、そうなんだ。鮭の皮か。皮はみんなうまいじゃんね、みんな、とろっとして。皮のとこに油ついてるもんね、みんなそうね、皮って。豚もそうだもんね、豚足とか食べてるとさ、皮のとこ油あるもんね。でもやっぱ豚肉と比べて高いんだよ、牛の肉ってさ。そうすると豚バラに目がいっちゃう。豚バラが全然安いのは当たり前かもしれないけどさ。脂べっとり豚バラ肉が一番結構お手頃だよね。たまに安いとさ、豚バラブロックって100g80 円台とか売ってる時あるもんね。あれいいよね、あれね。豚バラブロック安い時ね。ああいう時買っといてさ。ね、安い時ね。ブロック。それを思うと豚の値段見ちゃうと牛がなんか買う気がしなくなった。ね。この値段だったら豚がいい、豚でいいやと思って、豚バラでいいやってなって。別にケチじゃないからね、僕はね。今日は冷やしトマトです。今夜は冷やしトマト。ね。いいね。冷やしトマトで練習。今日はお酢は持ってったんだ、昨日ね、サラダ作るのに。この容器、よかった、この容器お酢入れていいね、30cc 入って。ちょうどよかった。お酢はさ、ね、でかいのがねえからな、ちっちゃいなかったんで。この容器にお酢入れて今日持ってった、今回。これちょうどいいね。30cc、大さじ2杯ほどか。これで、100円ショップでこれ3つで100円でね。
お水入れにちょうどよかった、これ。大丈夫、ちゃんと調理するから大丈夫、調理してっから。大丈夫、調理してっから。ね、そう、大丈夫よ。調理してっから大丈夫よ、豚さん。これはね、今日お酢、今回のキャンプの時、お酢を入れていくのに持ってった容器。これ。ヤクルトの容器はやっぱ蓋がアルミだから、すぐボロボロになっちゃうもん。これちゃんと蓋付きで。これ押すのにちょうどよかった。押す持ってくんのに。押すって大体500の瓶だもんね。あれかさばっちゃうから。これちょうど押す入れんのにちょうどよかった。持ってません。免許も持ってないよ。免許はね、普通自動車免許しか持ってないや。普通自動車免許。普通自動車免許しかないです。油はうまいよな。だから揚げ物って美味しいんだ。天ぷらでもね、フライでもさ、油だけっからね、うまいもんな。だから、なんも具がないさ、揚げ玉だったんですよ、天かす揚げ玉だってさ。油で揚がってただけで美味しいもんね、あれ。うまいもんね、あれ。普通の、そう、両方です、やりました。ね、イジアチェンジおなじみ。エンストでおなじみのやつね。あ、な、どうしたの？噛んでるよ。大丈夫よ。あ、トマト美味しくいただきました。噛んでる、大丈夫よ。で、コップ酒。買えない、そんなお金。お金買う余裕ないし。駐車場も借りないしさ。買えるわけないよ、車なんか。車大変なんだよ、本当。駐車場もないんだから、僕。それ、キャンピングが普通車じゃないから、それはそれなりにするだろうしさ。すごいね。来週は仕事だと思うよ。今日休みだから。来週は多分仕事だ。休みの時に、でもキャンプじゃ、もう登山も行きたいんだよ、登山。登山も行ってみたいな、登山。今度登山、大岳山かな、奥多摩の。大岳山は標高1200だから、日帰りでも行けそうなんで、日帰り登山やってみようかなとか、大岳山。それもいいよね。大岳。登山も行きたくて。まあ、キャンプすんのはさ、要するに焚き火、登山だとさ、燃料の問題もあって、なかなかね、焚き火できないわけよ。それで僕、キャンプやる、定期的には。ね。登山は燃料だけで、かなり重たいからさ、なかなか歩いて山は無理なんでね。それで、キャンプはやめないけどね。でも山も登りたいんで。恐れないはいけないよ。まあ、もう奥多摩だけで十分、奥多摩。奥多摩でもいろんな山あんもんな。雲取りは最高だよ。だって、まずあんのがさ、奥多摩小屋。あそこ最高。ちょうどいい。山頂じゃないけどさ、標高1800メートルで、尾根沿いだから眺めもいいしさ。あそこいいね、奥多摩は。どうだ、それまでわかんない。で、富士山テント泊できないからな、あそこはね。
あ、そりゃホルツァの方だもんね。そりゃ、人が少ないもんだ、向こうはね。そりゃそうだろうね。うん。取り締まるほどの人いないもんね、あそこはね。都心じゃないもんね。うん。それはダメ、いろいろ違法に触れてさ、下手したら、しょっ引かれかねないから、それできない。僕はちゃんとやってもいいって場所なの。学校橋ガーラとかさ、飯能ガーラとか。怖い、ああいうの。しょっ引かれちゃう可能性あるから、怖くてできない、そういうの。できない、そういうの。心霊スポーツとかってさ、ああいうのっていい。不法侵入罪とか適用されかねないもん、ああいうとこは。だからそうできないよな。ただ、行くだけならいいけどさ、そこでキャンプとかでテント張って一泊はちょっと難しいよな。ね、この間見たの、おとといかな、あれ。星野さんの動画でさ、桑の実って知ったよ。桑の実って実がなるんだね。知らなかったよ、僕。あれで知ったよ、桑。蚕の、餌で同じ桑の葉の、あの植物、あれって実がなるんだよね。この間星野さんの動画で桑の実を食べてたら、へえって実があるんだるんだって知った僕あれで、桑の実ね。知らなかったよ僕は。桑なんか蚕の餌としか知らなかったから。そう悪いことをするお互い様そうだよね。うん。両方怖いです。両方怖い。両方怖いです。一番怖いのはね、会社をクビになることが怖いです。一番怖いのは、それは言えることはね、会社をクビになること。だって、クビになったらさ、お金入ってこないもんな。うん。当たり前みんな良いこともする、悪いこともするんだよ。うん。それをするないように。あ、みんなさせるよ、学校でね。解雇ね、やるよ、みんなやるよね。うん。解雇。それでさ、最後の眉をさ、湯がいてさ、糸、絹板にしたりするんだもんね。で、浮きは、荒川区の薪屋でできっこない、そんな場所。あんな薪の中でキャンプできる場所ありませんよ。できない、できない。荒川区のあの辺だったら、隅田川なのに堤防だらけだもんな。そんな、野営とかするような川じゃないから、そうだ、そう、うん。隅田川沿いだとしても、そう。できない、都心は。そんなの。したら良いこともするし、そうよ。いいことしかしない人間なんていませんからね。それ忘れないようにね。裏表があるのが人間だからね。いろ、どんな面、裏表どころかね、いろんな面があるのが人間だからね。あ、知ってると思うけどね。そうよ。じゃあ最後の一杯行くか。じゃあ最後の一杯行くね。どうもね。桑の実、なんだあれ。星野よしおさんという人がいて、多分本名だと思うんだあれ。ユーストリームじゃなくて、YouTube じゃなくて、あれなんだっけ、Facebook でも星野よしおだからさ。で、あの人よく釣りを中心にしたね、動画アップしてんだけど、それで。この間、東京都の武蔵野にある野川公園のところでそのあったんだ、桑の実。よかったら、見る。YouTube で星野よしお、ね。星野はよく、あれ、101回目のプロポーズのある星野さん、あの星野によしをね、ひらがなでよし。検索するぞ。結構アウトドア系の動画前をアップしてっから。もうその動画で知ったの、桑の実。よかったら見てみようね。うん。なかなか面白い、あれ。僕、多分、僕同い年だと思うんだ、多分。年齢は言わないけど。今40、多分僕と同い年だよ、あれ。年齢は言わないけど、多分動画見て、多分45歳かなと思う。間違いないと思う。僕と同い年だと思う。せいぜい1歳、2歳の差だと思うよ。うん。近くても。多分僕と同世代だと思う。北海道出身の人でね。なんか自営業の人だから、結構平日にアウトドアでやってる人。
じゃあさ、最後の一杯。はい、乾杯。そうよ、みんなそうよ。昭和47年生まれ。木村君もそうよ。みんな同い年。あと、なんだっけ、あの人。で、みんな、ホリエモンとかみんなあの世代。ホリエモンもそう。あの人、昭和40、あの人も同世代。ああいうカメゴロの名前よく聞こえね。そう。僕の配信でもたまにカメゴロって書き込む人いるもんね。それで知った。ね、カメゴロさん。星野さんもよくね、多摩川のこれまさの企画でやってるみたいわね。キャンプ。これまさのとこで。まだ予算のそのこまた明日飲もうよ、これ。飲むって明日の分もあるからさ、そんな一気に飲めな。うん。知らないです。知らない。のりまさんは知んないや。あ、こんばんは。どうも、どこでもさん、どうもね。今夜も神崎シェアで。神崎じゃないや。冷酒で。今日はね、トマトを美味しくいただいた食べたよ。冷やしトマト。ね、どうもね。うん。こんな感じで。どうもありがとう。もうそろそろ、もう52分やってんじゃん。やっぱ早いね。もう今日は早く、今日はさ、キャンプから帰ってきただけで、当然仕事休みだから早めね。うん。いつも通りね、早いうちはこんな感じでやってますよ、大体。うん。うん、そうだろうね、いろいろ。あ、おやすみなさい。でも今日行ったとこよかったな、あそこ、角渕キャンプ場はさ、やっぱ、小枝いっぱい起きてた。まあ、持ってった気もあったけどね。あそこいいな、やっぱりな、夏場の暑い時はね。飯能とかさ、学校橋の河原系は夏場、木がないからね、きついもんね。夏場のキャンプはあそこいいね、ほんとね。角渕キャンプ場、林間だからさ、で、無料だしね。あそこまたこう、今度ね、角渕行くときは今日行ったとこ、またあそこ久々、タープワークでやろうか。夏場はタープワークでいいんだ、タープワーク。でっかいタープあるからさ、4メートル、あれ持って行こうかな。今度タープワークで角渕キャンプ場行こうと思ってる。うん、最後だね、うん。おやすみなさいね、ゆきちゃん、どうもね。トイレはしょうがない、だって普通のよく、なんだろう。工事現場に置くような仮設っぽいトイレだからさ。ああいうトイレだからね。でも無料と思えば、うん。無料だもん、あれは嬉しいよね。トイレはね、学校橋とかの方が全然いいよ。学校橋とか巾着座のトイレの方が。まあでもそれは、ね。うん。いない、僕友達いないから。うん、そう、あそこなら棺木できんね。角渕キャンプ場の木がいっぱいあるからさ、あそこだとハンモックできそう。まだ持ってないけど。まあ、ないな。千葉県ないんだよね、検索しても。あってもさ、季節限定とかないよね。通年ないよね、あの辺ね。僕もわかるよ、僕も。アウト、キャンプとかアウトドア興味持ってからいろいろ検索したけど、千葉県ってさ、通年利用ってないよ、あってもね、そう。ないんだ、向こうは、千葉は。せめて、キャンプじゃなくて、せめてのもの作られ。ね。千葉でも上の方の利根川沿いの、利根川遊々公園。あそこはデイキャンプってことでさ、まあ、テントは張れないけどさ、まあ、夏季可能のエリア。あれぐらいから、無料でね。あれぐらい千葉県だったら。まあ、キャンプはできないけど、テント泊できないけどさ、あそこはいいよね。利根川遊々公園。利根川の河川敷の広大なところ、あそこ。あれぐらいだ、千葉県でいいと思うの。あれいいよ、利根川遊。アルファテックさんがよくあそこやってるよね。多分、千葉県なんだろうな、あの人。利根川遊々公園よくやってる。僕も、日帰り何度も行っても。あそこね、電車の場合は、成田線の荒木駅ね。駅前にスーパーとコンビニあるからね。
あ、そう、でも、だからそんな中で、利根川遊々公園は無料だからね。無料で予約なし。まあ、日帰りならあそこいいよ、利根川遊々公園。駅から歩いても、でも20分で行けちゃうからな、川まで。早い人だったら10分、15分で行けちゃうんじゃないかな。あそこいいね。駅前にスーパーあっからさ、丸屋っていうスーパーとサンクスっていうコンビニが。あそこで買えるから。あそこ行かなくても反対側の通りのにはさ、あれ、京葉デイツーとかもあるから、京葉デイツーとか、あと、ドラッグストアか、あそこで買い物できるから。昭和の森ちょっとわかんない、僕。ちょっとごめんなさいね。昭和の森わかんない。じゃあ最後に一回歌って終わろうかな、そろそろね。今夜も練習でした。昨日でもよく飲めたね、最初。昼ぐらいからさ、500の発泡酒3本飲んだ後ね、夜はから飲んで。もう朝飲み終わっちゃったもんね、一応。今日残るのかと思ったんだ、あれ。一生パックの残るかなと思ったから飲みきっちゃったから、ちょっと驚いちゃった僕も。意外と飲めるんだなと思って。飲みすぎだね、あれ。昨日の夜から開けてさ、セブン1.8パック。飲みきってたもんな、あれ。漫画の池袋にありますね、まだ。ありますよ、漫画の。ありました。漫画の森。アウトドアとね、読書です、読書。読書よ、読書。どうもね。そう、できないのは牙ないから、よかったら。よかったら、こっち来てはあれ、千葉県内だったら、キャップできる場所はないんだよな。よかったら一緒にね、出てこるしかないよね。あ、東京湾行くと、城南島、城南島も予約制なんだよな。都心はそう、みんなあれ、城南島の海浜公園とかさ、若洲海浜、あれ、そこもキャンプできない、あそこ予約制だから。予約制ってみんな、ドギー切ってみんな、いっぱいいっぱい、よほど、頑張は取れないからね、予約はね。だから行かない。若さ。星野さんみたいにさ、自営業で平日休みの人は行くけどさ、普通土日休みだからさ、そうするとみんな休みなんで、もうすぐ埋まっちゃうの、土日は。だから行かないわけ。若洲海浜公園なんかさ、営団一本で行けちゃうもんね、新千歳まで。安くていいんだけどね。でもあそこ予約制だからさ、予約取れないんだ、あそこ。取れないんだからな、若洲。あそこ電車賃も安くてさ、若洲海浜公園のキャンプエリア。でも予約制なんで、すぐ埋まっちゃうから、それなんだ、そこ。あと、大田区の方だとかな、向こう行くと、神奈川寄りの東京湾のとこだと、城南島っていうのも、あそこも予約制だからね、予約制はダメね、ほんと。だから今日予約しなくてもいいのは、今日行った群馬のあそこがそうよ。予約も必要ない、無料で使えるって、あそこいいね、ほんとね。でも怖くていけないよ、できなくね、それは。道具稼いでてさ、一人でも今日は満杯ではダメって言われたら、もう辛いです、それ。それ考えたら、電車乗って行ったらさ、今日はさ、通常なら一人ぐらいなら予約しなくて、でも今日は混んでますからできませんって言われちゃったら、もう、どうしよう、辛いよ、それ。元気まで。キャンプ道具稼いで行ってさ、できなかったらさ、それ思うとできない、僕は。ね。だ、予約制はもう無視してます。いけない。だ、月川荘はいいよ。月川荘とか鹿キャンプ場は、持ち込みテントは別に予約いないから、あそこ。月川荘はあれ、東武東上線嵐山駅からとかで最寄り。ね。鹿キャンプ場は奥多摩駅の最寄りね。あそこはそうよ。持ち込みテントだったら予約いないからね。あれはいいよ、ほんと。なんか、キャンプ場って歌ってるところはさ、ちゃんと人もいるからさ、薪も売ってっからさ、薪持ってこなくていいからさ、ね、お金使う代わりにその分。でも、荷物楽だもんな。にできるけどね、すぐ埋まっちゃうんだ、あれ、ほんと。大変なんだ、あれ。すぐ埋まっちゃって、なかなか、よほど暇な人で根気になるじゃん、取れない、平日は。予約、ね。
そうだよ。よほど時間ない。だからでも無料で予約なしはあるからね、まだ。実際反応があらあそこ普通にできるし。まあ、リカビできない。みんなそうよ。リカビ気に。もうリカビ関係やんないから、関係ないんでね。飯能河原、学校場所河原、今日行った場所。あそこは本当、普通にできるから。あと、土川さんもそう、石川キャンプ場も、そういう場所あるんで、予約なしだけど、知ってますんで、大丈夫よ、僕。あと、それ以外も最近山行って、山のテントは当然大丈夫。丹沢だと丹沢、あれ、丹沢山の家んとこね。いいし、奥多摩だったら奥多摩小屋、三条の湯、七つ石小屋、結構あそこ全部高いと、高いね、高いけどね、まあしょうがないね。キャンプ場の場所は買ったことないけど、僕はキャンプ場、初期の頃にね、一番最初のキャンプは月川荘行ったけどね、あの頃は自分で持ってったからね、買わなかったんだ。そう、プランだね。宝くじ当たったら行く。宝くじ当たったら。もし宝くじでね、2億円ぐらい当たったらね、レインちゃんと行くかもしんない。行くよ。いつからだろう。2、3年前が、まあ動画の見ての通りです。動画見ての通りね。でもやばいだし、いろいろ怖いよ。それこそ普通の子供たちは、しょっぴかで金ないからできない、それは。無理。怖いからやめた方がいいよ、あれ。普通の子供はできないからね。しょっぴかれちゃうよ、あれ。お上が来たらしょっぴく可能性あるよ、あれ。今ね、昔って言った銭形平次みたいなのが来てさ、しょっぴかれないからさ、しょっぴかれないからさ、やめた方が。じゃあ、決まってる場所で。怖いよ、本当ね。最近はそんなもんです。ケンタッキー高いから、ケンタッキー高いんだもん。ワンピース買うのに250円なんて、あんなもん使えらんないよ。250円、いつも言うけど、250円だったらさ、カップ酒2本買えちゃうよ ねえ、高いよ、かっけんだけど。だから買わないよね、あのような。そう、2、3年前、僕の親はさ、両方どこ遊びに連れててくれなかったからさ、全部一人でやってんだよ。親は。なんだっけ、あ、ひろしチャンネル、ひろしさんなんかさ、親もアウトドアやってたみたいでさ、それで知ってるけど、僕の親はそうじゃないからね。そんな遊び一切やんなかった、うちの親は。うちの親は遊ぶことで一切僕にやる。あ、何も、ケンタッキーあるでしょ、茂原にもね。茂原か。茂原なんだね。茂原はね、そごうができたね、そごう。そごうね、すぐつぶ、平地、茂原駅前のそごう。そごうすね、そりゃ茂原なんかがそごう、デパートあったってさ、そりゃ、閉店になるの決まってるよな、なのな。茂原か。女遊び僕やんな、そんな余裕ないから。宝くじ当たったら行きたい。くれなかった僕の親、そうだ、あれ。うちの親はそうだ、あれ。毎日食べさせてやってるだけでもありがたいと思うみたいなとこあったからさ。そうよ、そんな親、テレビゲーム買ってくれないし。そんな親よ。で、毎日食わせてやってんだから、それだけでも、感謝しろっていう感じだったんだ。そんな親だったから。旅行。修学旅行で行ったらいい思い出だよ、修学旅行で。京都、奈良も初めて行ったら修学旅行だし。日光も修学旅行で行ったし。みんなそう。
雪の家は本当ね、どうしようもない。ほんと、そんな思いを込めて、じゃあ最後に一曲、もう一曲歌うね。そんな思いを込めた最後に、もう一曲歌って終わりにしたいと思います。じゃあ、でも飲み終わったんでね。歌いは最後の一曲。今夜はね、稽古の夢は夜開く。歌います。稽古の夢は夜開く。赤く咲くのは天使の花、白く咲くのは百合の花。どうさちゃいいのさ、この私。夢は夜白く。15、16、17と。私の人生暗かった。過去はどんなに暗くとも、夢は夜白く。昨日麻婆と富、明日は料理か剣謀か。恋は儚く過ぎてゆき、夢は夜白く。夜咲くネオンは嘘の花。夜飛ぶ蝶々も嘘の花。嘘を儚に酒を汲みゃ。夢は夜白く。前を見るような柄じゃない。後ろ向くような柄じゃない。よそ見してたら泣きを見た。夢は夜白く。1から10までバカでした。バカな未練はないけれど。忘れられないやつばかり。夢は夜白く。はい、今夜はね、稽古の夢は夜白く歌いました。ナイスないよ、どうもね。いいかな？ありがとう。もんちゃん、歌ったよ。いい？これで。ありがとうね。ナイスない、別に。気持ちは込めて歌った。いろんなこと思いながら。泣いてませんよ、僕は。いろんなことも、この歌、歌詞がジンとくるね、ほんとね。で、じゃあ、この辺で終わるね。おやすみなさいね。おやすみ。また明日、まだ仕事、多分明日早いと思うけど、おやすみなさい。買うなもんだって、一番やりたいときやんなかったから、僕も。テレビ、ゲームなんかやりたいとも思わないんだ、僕も。だいたい10代のあの頃やってた、あの頃だな、中学、高校の頃、ハマったもんは一生続くんだろうね。僕、ハマんなかったから、そんなわけで買ってもらえないから。だから、ゲームなんか何が面白いかわかんない。将棋でも囲碁でもさ、何が面白いの、あれ。ゲームの類、チェスでもそうだよ。将棋、囲碁、いろんなもんあるよね。ね。トランプでもいろんなゲームあるけど、ゲームって何が面白いか僕にはさっぱりわからねえ。そんなくだらねえ将棋とかゲームやるんだったらさ、本読んでた方がいいやな。まあそんなに、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また明日おやすみなさい。まあゲーム脳が発達してなかったね。その代わり読書脳があるよ。読書脳のおかげで僕はね、アクションカメラとかいろんなこと読んでる。で、またおやすみ。エロ本とかね、そうよ。ゲーム脳が発達しなかった代わりに僕は読書脳が結構いい感じなんで、エロ本なんかもいろいろ読んでます。そんな和彦さんでした。また明日おやすみなさい。